こんにちは。とても寒いですけれども、皆さんお元気ですか？今回は木漏れ日を描きます。ぜひ最後までご覧ください。真ん中に線を入れて中心を決めていきます。地面をさらっと描いて、それから木も描いていきます。真ん中に2頭の鹿を描きます。鹿のシルエットを大切に描きながら、2頭の鹿がお話ししているような感じで描いていきたいと思います。今回はこのマスキング液を使います。鹿にマスキング液を塗って乾かします。色を塗っていきます。まず2色色を作ります。オリーブグリーンとセルリアンブルーを混ぜて1色、もう1色はパーマネントイエローレモンとオリーブグリーンを混ぜて1色です。画面に水を塗っていきます。そこにイエローレモンとオリーブグリーンを混ぜた方の色から置いていきます。その後にもう一つの色を置いていきます。今回はあまりフラットに置かないでトントントンという感じで置いていっています。ここで界面というスポンジを使います。このスポンジ結構高いんです。この大きさで600円ぐらいします。スポンジでスーッと木漏れ日を描きます。何本か引いていきます。次に筆に持ち替えて描いていきます。水だけ含んだ筆で絵の具はついていません。次に3色色を作ります。パーマネントグリーンナンバー2、ウィンザーグリーンブルーシェード、カドミウムレッドディープで1色、セルリアンブルー、コバルトブルー、ウィンザーグリーンブルーシェード、カドミウムレッドディープで1色、レッドオレンジ、カドミウムイエローディープで1色です。完全に乾かしてから水を塗っていきます。先ほど塗った色が落ちてしまわないようにそっと塗っていきましょう。そこにまたポンポンと絵の具を置いていきます。後ろに木がありますよという気配が感じられればいいと思います。そしてまたスポンジで光を描いていきます。完全に乾かしてから今度は霧吹きで水をかけていきます。もう少し暗くしたい部分に絵の具を置いていきます。向こう側の地面を塗っていきます。色は3色作ります。1色目はオリーブグリーン、カドミウムイエローディープ、ウィンザーグリーンブルーシェード、セルリアンブルーで1色、2色目はカドミウムイエローディープ、パーマネントグリーンナンバー2で1色。3色目はパーマネントグリーンナンバー2、プルシアンブルー、カドミウムレッドディープで1色です。色を考えながら混色しているとちょっとたくさん色を使いすぎてしまいました。私はたまにこういうことになってしまうんですけれども、こんなにたくさん色は使わなくていいと思います。次に左側の木の枝を塗っていきたいと思います。色は3色作ります。1色目はカドミウムイエローディープ、パーマネントバイオレットで1色、レッドオレンジ、カドミウムイエローディープ、パーマネントバイオレットで1色、オリーブグリーン、パーマネントバイオレットで1色です。
以前の私は写真のような絵が描ければすごいんだって思っていました。でも絵を習い始めてそれはちょっと違うなって思い始めました。もちろん技術を身につけることはとても大切です。でも絵を描く人が自分の思いをどう表現してその作品から何を伝えたいのか、そしてそれを見た人がどう感じるのか、そういうことの方が大事なんだなって思っています。そしてさらに分かったことは、優しい絵が描きたいんだったらその人が本当に優しい人でないとそういう絵は描けないんです。だから人間も磨いていかないといけないんだなって思いました。そう考えると絵を描くということはとても深いんだなと私は思います。手前の地面を塗っていきます。色は4色作ります。カドミウムイエローディープ、レッドオレンジで1色、レッドオレンジ、カドミウムレッドディープで1色、オリーブグリーン、パーマネントグリーンナンバー2、セルリアンブルーで1色、パーマネントバイオレット、プルシアンブルー、レッドオレンジで1色です。一番明るい色の黄色から置いていきます。その後に少しずつ違う色を置いてにじませていきます。交互に色を置いているので私はそれぞれの色に一本の筆を使っています。右手で一本持って描きながら常に左手に三本握っているという感じで描いています。水彩でにじみを作っていくときはとてもスピードが重要になります。特にたくさんの色を使うときはそれがとても難しいんですね。ですから私は自分なりに考えて先に色を作って、そしてそれぞれの色に筆を一本使うという方法で描いています。バイオレットで1色、パーマネントグリーンナンバー2、ウィンザーグリーンブルーシェイド、カドミウムレッドディープで1色です。木を塗る時も交互に色を置いていっています。順色を使っていきたいなと思っています。ここで鹿のマスキングを外していきます。鹿をゆっくりと塗っていきます。鹿が仲良くお話ししているように見えますか？最後にもう少し調整をしていきます。今回色の置き方とかを随分考えながら描きました。今回も試行錯誤をして、なんとか完成しました。